はい。というわけでですね、えっと、UX の重要性についてお話ししてきたんですけれども、ここで改めて UX の、まあ、どうやって高めていくかといったときに、まあ、なんか UX を高めてくださいって言っても、なかなか実装って難しいですよね。そこで今日はですね、えっと、UX エンゲージメントモデルっていうのをご紹介したいなと思っています。 <laughs> こちらですね。多分これまともに話し出すと、まあ、事例とかですね、含めて多分2、3時間かかってしまいますの、ね、で、これはまた、えっ、ー、と UX だけをフォーカスした、えっ、ー、と動画、ないしはですね、えっ、ー、とスライドをご案内したいなと思っています。今日はですね、えっ、ー、と、まあ、少しその触りというか、10分、15分で事例を交えて、まあ、どういうものがあるかということをご紹介したいなと思っています。 で、えー、とこれ何度も繰り返しになるんですけども、これがやっぱり非常に大事な図かなと思ってまして、UX を高める前に、まあ何度もちょっと例えて言ってるんですけども、優れたドリル、まあもっと言うとですね、優れたドリルの体験を作る前に、まず、ね、そのドリルの穴を見つけていくとで。もっと言うとですね、ドリルの穴だけじゃなくて、そこでとどまることなくですね、ドリルの穴で何を通したいか見つけていくと。 まあこれが大事かなと思ってて、これを、まあ、真意分析であったりとか、課題にを高めるみたいなちょっと表現をしたんですけれども、まあ大事なことがですね、まあそのドリルの中に見つかった、次に何をするかというと、まあいきなりドリルを作るのではなくて、まさにそのドリルを使う全体体験であったりとか、まあユーザー体験を考えるというのがポイントかなと思ってます。 以前の考え方、パラダイムですと、まさにこの左側ですね、まあ、プロダクトというのが、まあ、全てをぐるっと囲んでいました。その中に、まあ、いわゆるユーザビリティみたいな言われ方する UX であったりとか、まあ、マーケティングが内包されてたわけなんですけども、まあ、ところがですね、あの、ま、時代はまさに UX ファーストに変わったというか、UX ファーストにならないと、使われなくなってしまったということだと思うんですよね。皆さんも、 tv 何気なくプロダクトであったりとかサービス使ってらっしゃると思うんですけども、でもなんかこのサービス心地いいなとか、なんかずっと使ってしまうなというのは、実は UX ファーストで考えられているんですよね。じゃあ UX ファーストに、じゃあどういうふうにしてその視点を持てるか、ちょっとその詳細のポイント、まあこれブレイクダウンするとですね、非常にえっと長くなってしまうので、今日はその中でもキーとなるようなコンセプトと、 まあ事例ですね。を通じて、ちょっと説明したいなと思っています。で、先ほど言った、まあ、UX エンゲージメントモデルですね。まあ、こういう感じで捉えていて、これ大事なこととして、皆さんそのプロダクトを使っている、まあ、利用中 UX だったりとか、G 的 UX って言われたりするんですけども、これはなんとなくわかりますよね。なんか使っていて心地いいな、であったりとか、まあ、シームレスとか、フリクションですみたいな、まあ、そういった表現もあるんですけど、 ただそこ、そこっていうのは使ってる時っていうのは実はこの全体 UX の中の一部でしかないんですよね。当然その利用前 UX。どういうふうにどこで出会うんですかやっぱこれも非常に大事ですよね。まあ誰に紹介されたのかだったりとか、広告を通じてきたのか。例えば広告を通じてくる場合と、でその信頼される、自分が憧れる人から例えば紹介されてくる。 そのプロダクトというのは、やっぱりライフタイムバリーに大きな違いがあったりするんですよね。つまり出会い方も、出会いを、出会いを、出会いがあって、そこ対に対して期待を持って、まあそこも実は大きな UX の一部になると。これ利用前って言うんですけども、次が利用後 UX ですよね。まあ、つまり使った後、まあおもてなしって表現がありますけども、どういうふうにフォローしてもらって、さらにまだ使い、再び使うきっかけをどういうふうに与えられるか。 これも大事ですよね。まあ、以前ですと、まあ、この従来考え方だと、まあ、プロダクトファーストと言いますか。もう一回売り切れてしまったら、売り切るですよね。売り切ってしまったら、基本的にもうそれ収益上がってしまったと。でも今というのは、皆さんね、サブスクリプションとか、リテンションモデルって聞かれることはあると思うんですけど、収益というのは、ね、その使われ出した時って上がっていないんですよ。顧客との関係をずっと継続することによって、 まあ収益上がっていくということなんですけど、まあそれがね、この u x ャ a においてその設計が非常に大事になるということなんですけども、まあこれ12個ほど、ちょっとね、あの僕の新しいスライドではこのブランド体験とちょっと変えているんですけども、まあこれのちょっと主要なものをですね、紹介したいなと思ってます。何がともあれですね、これが結構見落としがちなんですけども、このファーストインプレッション、最初に良い印象を与えれますかというところ、 多くのプロダクトというのが、まあ、ここで実はつまずいてしまっているんですよね。これ、アクティベーションという言い方をするんですけど、まさにアクティベーシ活性化するとも訳されるんですけども、自分のユーザーカスタマーがサービスにまあ価値を感じる、これなんですよね。当然その価値を感じなかったら、その後に続く、実際使われ出す、使って定着する、売りョンには向かわないというところなんですけども、まあ、日々ね、プロダクトを作っている案したら、まあ、日々、 なんか、もう、当たり前になっていると。まあ、作り手側としては、いや、こんなん言わんでもわかるだろうって話なんですけど、でも多くのプロダクト、す、ま、べ、あ、てのプロダクトはそうなんですけどで、皆さんゼロベースで始まるわけですよね。となると、いかにして最初に活性化するか、これが大事になってくるということなんですよね。アクティベーションのポイント、まあ、ボロ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 あるんですけど、やはりこの5秒ルールと言われるように、すぐにわかるようにしましょう。であったりとか、まあ、チュートリアルの設定といって、 まあ、いわゆる家庭教師ですよね。まあ、簡単なものを最初にね、設定して、徐々にね、一個一個分からせると。で、この3番が非常に大事で、ちょっとこちらを取り出して説明したいと思うんですけど、カスタマーを取り込みする瞬間を作ると。これ、あの、知ってる方は、まあ、知ってると思うんですけど、アハモーメントっていう表現もあって、アハですよね。英語で言うアハというのは、まあ、いわゆる最初の感動体験。あ、これはいいなと。 このプロダクトやばいなと思う瞬間ですよね。そこをどういうふうにして演出するかと、実はここで、プロダクトの命運で決まってしまうんですよね。いくつか事例があるんですけど、例えばマッチングアプリの Tinder ならですね、まあ、こうスワイプをする中で、まあ、両者は男女をマッチするわけなんですよ。まあ、男男の場合もあるんですけども、これがまさにハモモイニターと。 で、ポケモン GO とかですね、使われてる方も多いと、遊んでる方も多いと思うんですけど、まあ、最初にポケモンに会った瞬間をできるだけ早くすると。これがま,あ、まさにハーモーモイントで、これができるだけ早いタイミングで達成できるとやめたくなるということですよね。で、あと一つ、えっ、ー、と、こちらの素晴らしい事例紹介してるんですけど、まあ、ツイッターの皆さんご存知だと思うんですけど、ツイッターって、実は2000、 17年まで収益化できなかったですし、2 0確か12年か13年まで、あまりユーザーが定着しなかったんですよ。これなんでかっていうと、ツイッターのマジックモメント、アハモメントというのは、例えば1人か2人フォローしていても、なんか寂しいですよね、タイムラインが。でも、ツイッターの運営者が気づいたんですね。10人フォローしたら、そのユーザーが定着するということに気づいたんですよ。ところがですね、以前の、 いわゆるこう、アクティベーションのユーザーエクスペリエンスでこんな感じだったんですね。赤いところが、まあ、無駄と言いますか。えっと、実際フォローするまでに、まあ、プロフィール作成して、まあ、作成しますよね。普通にサインアップさせて、で、自分でツイートし合わせにツイートがあって、フォロワーができて、フォローし返すみたいなことがあって、まあ、この10人というのが、いわゆるマジックナンバー、アハモメットだったんですけど、なかなか達しなかったと。 そこでツイッターはユーザーエクスペリエンスを変えたんですよね。どう変えたかというと、つまり10人に達したらいいということですよね、フォロワーを。となったら、これサインアップ、皆さんね、もしかしたら新しいアカウント、裏アカウントを作っていただいてもいいと思うんですけど、サインアップいただくとこういう画面が出てくるんですよ。あなたは何に興味ありますかと。で、例えばニュースとか、スポーツ、エンタメとか、サッカーとか、J-POP とかありますよね。これって、まあ、別にポチポチ直感的に押せるじゃないですかで。次何させるかというと、 じゃあ、あなた野球好きなんですねと言ったときに、まあ、例えば、田中将宏とか、谷口祐也とか、まあ、その、フォロワーの多い野球選手ですね。これフォローしませんかっていうサジェストが来るんですよ。そしたら、これ何が起きるかというと、まあ、だいたい開始1分以内に10人がすぐにフォローできてしまうんですよ。つまり、マジックモーメントというのが10人だとしたときに、一気にフォローできてしまうんですよね。それによって何が起きたかというと、 まあこちら、10人フォローしたカスタマーというのは継続するわけなんですよ。でも、初期訪問の時に10人フォローしたカスタマーっていうのは、なんか忘れてしまうんですよね。で、ツイッターっていうのは、これ広告モデルですので、まあいかにしてページビュー増やすかっていうのが大事になります。となった時に、この下の点線の場合ですと、ツイッターの収益性って上がらないんですけど、最初に10人、ね、もし、 フォローしたら、リテンション、まあ、定着率上がるので、ツイッター自身の収益が良くなると。まあ、これがまさに積み上がるという状況ですよね。で、次が、これも UX の中で一番重要なポイントかもしれないんですけれども、そういうふうにアキティレーションしたら、次何するかというと、まあ、ユーザーの負担を減らしましょうということなんですよ。おそらく皆さんが UX といったときに想像するのが、まさにこの負担の部分なんですよね。ただ負担といっても、いろいろありますと。 まあ今日はね、全部紹介しないんですけれども、まあ、時間の負担を減らす。まあ、体を動かす。身体の努力負担を減らす。あと、これが大事なんですね。ブレインパワーといって、記憶をさせないであったりとか、新たな操作を覚えさせない。まあ、これ大事ですよね。あとは社会的承認といって、まあ、自分が、ね、いるソーシャルグラフとかありますよね。まあ、そこから逸脱させない。ちょっとね、そういう表現になってしまうんですけど、あとお金の負担。これもわかりやすいですよね。 あと、日常性の負担といって、普段のターゲットユーザーの日常生活がありますと。そこからやっぱり逸脱させないというのも大事になるんですよね。それもまあ心理的な負担。まあ、これブレインパワーの一部と言ってもいいかもしれないですけど、かけないと。あと、安心安全の不安ですよね。安心安全の負担。まあ、なんかこれ使って大丈夫なのかなと思ったときに、まあ、それをきちんと安心安全を担保していくと。まあ、一つの事例を紹介したいなと思うんですけどで、皆さん無印良品ご存知だと思うんですよ。 で無人用品は、あのー、すごいやっぱりアプリであったりとか、オンラインも伸びてるんですけど、彼らやっぱすげえ UX カンパニーなんですよねで。これ、えっと、左から右に行くのが、これ UX の UI の繊維なんですけども、これ、ね、無人パスポートって言って、まあ、ロイヤリティポイントが貯まる、ないしはそのカタログを、えっと、提供している、まあ、無人が提供するアプリがあるんですけど、 これ最初の画面を開けると、いきなりバーコードが出てくるんですよ。でも他の家電メーカーとかだと、これバーコードじゃなくて、いきなりそのメニュー画面に出てくるんですよね。でもなんでバーコードを出すんですかっていうと、無印のこのアプリを立ち上げるのは、実は99%がレジ前なんですよね。まあ、つまり、レジの前に行ってポイントを耐えますか、ポイントを使いますかという時なんで、これだけのメニュー画面に行ってしまうと、 先ほど言ったユーザーのブレインパワーですよね。あれどこにあったっけだったりとか、ワンタップ増えるわけなんですよ。まあ、ちょっとした、まあ、こういった負担の軽減ですよね。っていうのが積み重なっているということなんですよ。で、まさにこういった小さな積み重ねというのが大きな違いを生むというところなんですよね。あと、分かりやすい文章をすると。まあ、これも大事ですよね、まあど。当然自分たち作り手側としては、まあ、ど,んどんどんどん複雑化したりとか、まあ、手食いものになってしまうと。 その中でもきちんと分かりやすい文章を作れますかであったりとか。あと、これも大事ですよね。チュートレイを設定してどんどんただ減らしましょうと。<laughs> あの、僕よくこういう例えするんですけど、ドラゴンクエストとかでいきないドラゴンを倒させないと。最初にスライムですよね。要弱小のスライムを倒させて、それでユーザーのレベルを上げていくと。で、これ、えっと、ワンタップバイっていう、これ世界中の株を変えるアプリなんですけど、 でも世界中の株を買うって結構負担高す、あのなんか敷居高そうですよね。でもこれ、えっと、こういう UI なんですけど、なんか被って難しそうっていうのがあって、で、次の画面何するかっていうと、あなた何が興味あるんですかって選ばすんですよね。で、次に、あなた好きな言葉何なんですかこれって答えれますよね。そしたらこんなキーはいいんじゃないですかみたいな感じで出てくると。さらに、そこからいきなりアカウントを作るんじゃなくて、じゃちょっとシミュレーションしてみましょうと。 いうので、まあ、仮想のお金を渡してですね。で、それで、どんなものかなと検証できるということです。で、目的を達成する。まあ、負担を減らすのが一番大事かなと思うここはまあ、磨き込むということですよね。あと目的をた、目的を達成する。まあ、いわゆるラストワンバイルというところなんですけども、いかにしてユーザーに、まあ、行動を完遂してもらうか。これも大事ですよね。 まあちょっとこれは、えっ、ー、と、個説明する、まあ。また別の機会説明したいんですけども、いろいろその行動経済学の中で言われるような人間の心理の癖を利用するということなんですよね。まあ、一つの例で言うと、気象不公開って言って、まあ、以前流行ったグルーポンとかこれうまく使っていて、なんか、これ68個買われた。なんかこう、あと時間がこんだけ迫ってますって言ったら、気象性がなんか高まってるじゃないですか。あ、そしたらなんか買いたいなと思うであったりとか、 あとはフレーミング効果って言って、これ人間、これあるリサーチがあったんですけど、ジャムが何十個もあるスーパーと6つしかないスーパーを実際やったときに、ユーザーというのはジャムが多すぎた場合ってそこで購買しなかったんですよ。でも、ジャムが6つあった方が購買意欲が高まったんですよね。で、まさにこうフレームを与えてあげると。まあ、そしたら、これネットリックスのボタンなんですけども、ネットリックスの購買ボタンなんですけど、皆さん真ん中を選択するようになると。 いうことなんですよね。あとは、まあ、この辺もね、いろいろあるんですけども、もう一つですね、報酬を与えていきましょうと。これ全体を通じてどういう報酬を与えるか。まあ、これも大事になるということですよね。ソーシャルの報酬、ハントの報酬、予測上のような報酬。まあ、つまり脳を飽きさせないであったりとか、行動に対してフィードバックを与えていくと。これも大事になります。まあ、例えばソーシャルの報酬。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターはなんであんなに流行ったかっていうと、 このライクボタンだったりとか、コメントボタンですよね。あと、ハントの報酬。まあ、つまり人間というのは、完全なランダムというのは疲れてしまうんですよ。で、完全に予測できるようになってしまうんですよね。つまり、そのセレンディビティという表現がありますけど、その組み合わせが大事になると。まあ、これ人間の原始の脳にあるまさに、狩猟のハントの欲求ですよね。これ、ピンタレストって言って、えっと、まあ、いわゆるこう暴動、ボード。 のアプリなんですけど、であったりとか、うまいのはメルカリですよね。まあ、これをまさにセレンディビティというか、狩猟民族、まあ、人間の根幹的な欲求を満たそうとしているというところと思います。だと、ユーザーに安心安全を与えると。で、最初から最後まで安心安全を与えていくと。で、これ、前の動画でも説明したんですけど、なんで Facebook が成功したかっていうと、まさにこの安心安全なんですよね。まあ、実名でやるという表裏一体として、その裏側にあるのはやっぱり怖いってあるじゃないですか。でも、きちんと、 まあ自分が投稿した、で、その公開範囲を決めれるということで、ユーザーの安心安全を担保できたんですよね。で、あと、ま、こう、プレビューを用意することによって、いきなりう出すんじゃなくて、安心安全を提供するだったりとか、まあ、スラックとかですと、ま、実際送ったもののメッセージを編集できたりできると。あとはパーソナライゼーションですね。まあ、これもやっぱり非常に重要な、ま、UX かなと思って,て、今の時代というのは、 これ、キーワードとして覚えていただきたいんですけど、カスタマイゼーションからパーソナイゼーションの時代になったと。要は、プロダクトが大事な時代というのは、僕はカスタマイゼーションだったんですよ。ユーザーから聞いてですね、ユーザーに対してカスタマイズしていくと。もしくは、ユーザーがセルフカスタマイゼーションって言って、設定してくださいって話だったんですよ。ところが、パーソナイゼーションというのは、ユーザーのセグメントとか、行動履歴をベースにして、作り手側、プロダクト側は、その、調整していくと。例えば、Google の検索もそうですし、 Facebook のタイムラインもそうですし、Netflix とか Amazon プライムとかでのレコメンド、あなたにおすすめのコンテンツ、まさにそうですよね。つまりそういうふうに多くの人が慣れてきたということなんですよ。で、パワーオブデフォルトっていう言葉があるんですけども、ユーザーというのはデフォルトからほとんど変えないんですよね。なんでかっていうと、これ脳に負担かかるんですよ。でいちいち操作を覚えるであったりとか、ね、全部カタログを、カタログというかマニュアル見て、 一いち,いち自分向けにカスタマイズするって、実はこれ非常にめんどくさいんですよね。なんで、よっぽどマニアじゃないユーザー限り変えないということですよ。変えないということは自分のものにならないですし、定着率上がらないということなんですよね。で、ハイパーパース、いわゆるパーソナリゼーションをどういうふうに設定できますかっていうのは非常に大事で、あの、実際のエンゲージメントであったりとか売り上げですよね。実際パーソナリゼーションが実装できると、どんどんどん,どん,どん売り上げが回っていくと。 アマゾンとかもすごいですよ。な,なんでアマゾンがあんなに売上伸びたかっていうと、まさに1995年からシミュラリティーズって言って、まあじまあ、自分と似たような、ね、セグメントの人たちがどんな本を買ってますよっていうのをどん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 パーサライズしていったんですよね。まあそれで売上が上がっていったということかなとで。今日の一番大事なポイントとしてはですね、まあ、今言ったみたいな UX エンゲージメントモデルというのをまず考えると。 当然ですね、機能も追加、重要ではあるんですけども、機能を追加する前に、どんなユーザーエクスペリエンスをユーザーに提供するのか、ということをまず論点に持っていくということですよね。ちょっと長かったんですけど、まとめとしては、まあこれですよね。以前ですと、まあプロダクトファーストでよかったってことなんですけど、今の時代というのはプロダクトも大事なんですけど、プロダクトプラス UX なんですよ。つまり、モノだけじゃなくて、ものプラスことになったということ。 ま、ことファーストになったというところで、まあ、いかにしてですね、あのー、ま、先ほど紹介した UX エンゲージメントモデル、まあ、こちらですね、を意識しながら作っていけるかというのがポイントかなと思っています。